会い合う七章。アルフレッド・チャーチ作、テーバイゼメの七章は、古代やテ内の詩人アイスキュロスによるギリシア悲劇。ギリシア神話で、古代都市テーバイの王権をめぐる戦いの物語に基づく。紀元前467年の春、アテナイの大ディオニューシア祭りにて、という三部作として上演された。この時のサチュロス劇は、スピンクスであり、上演記録は、 アイスキュロスの勝利を伝えている。これらのうち現存するのは本作、テーバイゼメの七章のみである。この三部作は古くから成立していたとされるジョジシ・テーバイス及びオイディポデエアーから題材をとっている。テーバイに関わる神話に基づき、ギリシア悲劇詩人たちは多くの作品を書いたが、これらの中で本作は現存する最も古いものである。 テイバイゼメの七章以降では、ソポクレースのオイディプスを、アンティゴネー、コロノスのオイディプス、エウリピデースの救いを求める女たち、フェニキアの女たちが現存する同系列の作品であり、物語の背景や登場人物が共通している。中でもエウリピデースのフェニキアの女たちは、本作と同じ戦いを描いている。テーバイゼメの七章は戦いを扱いながら、 舞台で示されるのは、定売場内のエテオクレースとその周辺のみに限られ、戦闘そのものについては、直接語られない。また、相争う兄弟のうちエテオクレースは、主人公であり、優れた人物として描かれるが、一方のポルネーケースは災いを引き起こす意図をべき、存在とされている。こうした大胆な省略、対比の強調は、アイスキュロスの悲劇に特徴的に見られるもので、 この手法によって、エテオクレースの英雄性が端的に表出されている。編成は、俳優二人と合唱隊により、ギリシア悲劇としては、古い形式をとる。合唱隊を除く登場人物は、二人の俳優が担当する。ここで述べるのは、本作の前編にあたり、合わせて三部作を成す、ラーヨス、オイディプースで描かれたと考えられるあらすじである。イオライオスは、 コうナすな。その子の手にかかって死ぬであろうというアポローンの信託を受けながら、ヒヨカステーとの間に子を設ける。ラーヨスは、信託を恐れて、子供を山中に捨てさせるが、子供は拾われて、オイディプースと名付けられ、コリントスで王の養子として育てられる。オイディプースは成人すると、父とは知らずに、ラーヨスを殺し、定媒の民を脅かしていたスピンクスを退治する。 オイディプースは母とは知らず、ニオカステイと結婚して、テーバイ王となり、二人の間に、エテオクレース、ポリュネーケース、アンティゴネー、イスメーネーが生まれる。彼はやがて自分の蘇生を知ることとなり、テーバイから追放される。オイディプースは、この時父親を助けようとしなかったエテオクレースとポリュネーケースの兄弟に呪いをかけて去った。エテオクレースとポリネーケースは、 定売の王位継承をめぐって争いを起こす。その結果、追放されたポリュネーケースは、アルゴスをアドラーストスを頼み、アルゴスの軍勢を率いて、定売に攻め寄せる。運び出されるエテオクレースとポリュネーケースの意外。アルフレッドチャーチ作アルゴス勢に囲まれた定売の木内、エテオクレースは、騒然とする民衆を励まし、恐れをののく、乙女たちを失ったする。 そこへ死者が登場し、アルゴス勢の婦人を告げる。エテオクレースは、城の七つの門に攻めかかろうとするアルゴスの章の名前を聞き、それぞれ定番勢から守りの章を選んで配置する。最後に、第七の門にポリネーケースが挑むと聞き、エテオクレースは奮怒する。乙女たちはエテオクレースに運命を避けて、第七の門に行かぬよう懇願するが、エテオクレースは、 オイディプルスの呪いの成就が、間近に迫っていることを知りつつ、あえて第七の門へ向かう。再び死者が登場。定媒の町が守られたこと。しかし、エテオクレースとポリネーケースは相打ちになって死んだことを告げる。二人の亡骸が運ばれてくる。アンティゴネーとイスメーネーの姉妹は二人への手向けとして交互に、哀悼の歌を歌い捧げる。そこへ別の死者が登場し、国を守った。 エテオクレースの亡骸は定調に葬り、国に攻め入った、ポリュネーケースの亡骸は場外に捨て置くこととする、評議会の見解と評決を二人に伝える。しかしアンティゴネーはたとえ自分一人であっても、危険を犯してでも兄、ポリュネーケースの墓を作り埋葬することをやり遂げると、その死者に宣言をする。全体の約五分の一に当たる六十一行以降の百十八行について、 その正当性に疑義が生じている。なお、861行での姉妹の登場に関しては、日本語訳において、以下の際がある。なお、和社指定に関して日本語訳において、以下の際がある。なお、和社指定に関して日本語訳はいずれも、時りコロスの英を交えて、アンティゴネー、イズメーネーが、交互に、哀悼の歌を歌う様になっている。ただし、ちく文庫、 岩波、禅宗、岩波、文庫は、和射指定の混乱についての注記がある。なお、この最終場面が、広大の負荷と考えられている、主な理由は、以下の通りである。などである。本作で死者が告げるアルゴス星の七章は、登場順に次の通り、七章については、異説がある。エウリピデースの、フェニキアの女たちでは、上記の内エテオクロスの代わりに、 アトラーストスが配置され、攻める門の名前もカッパネウス以外は一致しない。アポロドーロスでは、エウリピデースの七章を記載するが、さらに移説として、アルゴス人ではないポリュネーケースとテューデウスを外していい、ピスの声テオクロスとメイキステウスを挙げる。七章が攻める門は、エウリピデースとは、また異なっている。これによると、以下のようになる。アイスキュロスの悲劇は、 当時伝えられていた神話を題材としつつ独立した作品として完成させたものであり、独自の解釈や脚色が施されている。ここでは、悲劇で語られていない関係や移動も含めて、題材に取られた神話について、アポロドーロスを基本に述べる。エテオクレースとポリュネーケースは、定売の王権について協議し、一年おきに二人が交互に収めることを決めた。 はじめの一年目はポリネーケースが治め、エテオクレースは二年目だった、あるいは一年目がエテオクレースだったとも言うが、いずれにしても、エテオクレースは一年が経過しても、王権を渡そうとせず、ポリネーケースを追放した。ポリネーケースは、ハルモニアーの首飾りと、婚礼衣装を携えて、アルゴスへ亡命した。アルゴス王アドラーストスは、ある夜彼の王宮で戦う二人の男を見て、 驚いた。この時ポルネーケースは縦に、定売の紋章である獅子の絵柄を、テューデウスは縦に、カルドーンを示す、イノシシの絵柄をつけて戦っていたという。アトラーストスはかつて、デルポイの神託により、娘たちを獅子とイノシシに、嫁がせよと告げられたことを思い出し、ポルネーケースに、娘のアルゲアを、テューデウスに、娘のデイピュレーを目合わせ、二人を、 それぞれの祖国に戻すと約束した。まず、ポリュネーケースとの約束を果たすため、アトラーストスは、アルゴス近隣に定売税目のための召集をかけた。アトラーストスの妹、エリピューレの夫アムピアラーオスは、預言者で、定売攻略は、アドラーストスを除き、みなしすべき運命にあることを予見した。このため彼は、召集に応じようとせず、他の者が参加するのも阻止しようとした。 この時アムピアラオスは姿を隠したとも言う。そこでポルネーケースは、エディピューレーにハルモニアーの首飾りを送って、口添えを頼んだ。首飾りは、カドモスとハルモニアーの結婚式のために、ヘイパイストスが作った魔法の品で、アプロディーテーが送ったものである。贈り物の案をポルネーケースに授けたのは、テューデウスともイーピスとも言われる。かつて、アトラーストスと、 アムピアラーオスに不安が生じたとき、今後二人が争うことがあれば、エディピューレイの祭壇に従うことを二人は誓っていた。アムピアラーオスは、エディピューレイに贈り物を受け取らないように申し付けていたが、エディピューレイは魔法の首飾りを受け取り、アムピアラーオスにアトラーストスと共に遠征するよう説得した。アムピアラーオスはやむなく出発し、その際、息子のアルクマイオーンに成人したら、 母を殺して、定売を責めるよう命じた。アルゴスゼイは、リュクールゴソウの治めるネメアーに至り、水を求めた。リュクールゴソウのコオッペルテイスは、まだ幼児でヒュープシピュレーが、ウバとして養育していたが、ヒュープシピュレーが7章たちを泉へ案内している間に、残されたオッペルテイスは、オロチに殺されてしまった。アムピアラーオスは、これは未来を告げる不吉な印だと指摘し、 殺された幼児をアルケモロスと呼んだ。アルゴスの将たちは、オペルテイスに弔意を示すために、ネメアー祭りの競技会を開いた。この競技会で、アトラーストスが競馬、エペオクロスが競争、ジュデウスが剣闘、アムピアラーオスが跳躍と円盤投げ、ラーオドコスが槍投げ、ポルネーケースが相撲、パルテノパイオスが休術で、それぞれ勝利した。 北イローに到着したアルゴス勢は、テューデウスを死者に立て、協約通り、ポリネーケースを、定媒の王位につけるよう要求したが、エテオクレースはこれを跳ねつけた。定媒上中で、テューデウスは、定媒陣を試そうと一気打ちを挑み、戦いにすべて勝った。定媒側は50人の武装兵を待ち伏せさせたが、テューデウスはこれも打ち破って帰還し、定媒側で生きて戻ったのは、 マイオーオンただ一人だったという。エテオクレースは預言者テイレシアースを召し出し、敵に勝つ方法の予言を求めた。テイレシアースを召し出したのはクレオオンだったとも言う。テイレシアースは、クレオオンの子、メノイケウスを、アレースへの犠牲として捧げるならば、勝利を得るだろうと言った。これを聞いてメノイケウスは、縄文の前で自害した。城から撃って出た。 定売勢はたちまち城壁に追い詰められた。カパネウスが工場橋号を掴んで城壁を乗り越えようとしたところ、ゼウスが来帝でこれを打ち、カパネウスは死んで城壁から転がり落ちた。アルゴス勢は恐れをなして退却し、両軍の決議によって、エテオクレースとポリュネーケースが王座をかけて一気打ちすることになった。二人は相打ちとなって死んだ。再び激しい戦いとなり、 アスタコスの息子たちが目覚ましい君を打ち立てた。というのは、イスマロスがヒッポメドーンを、レアデースがエテオクロスを、アムピディコスがパルテノパイオスをそれぞれ倒したからである。さらに、アスタコスのもう一人の子メラニッポスは、トゥーデウスの腹部を傷つけた。メラニッポス自身はトゥーデウスあるいはアムピアラーオスに撃たれたという。藩士となって倒れたトゥーデウスを、 アテーナーはゼウスに霊薬をこい、不死の体にしようとした。しかし、これを見て取ったアムピアラオスは、彼の意見に反して、テューデウスが、アルゴス人たちに定売ゼメを解いて回り、戦いの先頭に立ったことを憎んでおり、メラニッポスの首を切り取って、テューデウスに投げ与えた。テューデウスは、メラニッポスの頭蓋を割ってその脳をすすり食らった。アテーナーは顔を背けて、霊薬を地面にぶちまけ、 ヒューデウスは死んだ。アルゴス勢は、総崩れとなり、定売勢は、追撃に転じた。ベルクルメノスが、アムピアラーオスを追ってその背中を打とうとした時、ゼウスは再び来帝を投じ、これによってできた大地の裂け目に、アムピアラーオスは、戦車と魚車ごと飲み込まれて消えた。冥府に入ったアムピアラーオスを、ゼウスは不死にしたという。七章の中で生還できたのは、 アトラーストスただ一人であった。彼の馬はデメーテールがポセイドオ,オンと交わって産んだアレオオンで、誰もこれに追いつくことができなかったのである。オイディプスの息子たちの死により定培の王権を継承したクレオオ,オンは、アルゴス勢で倒れたもの、とりわけポリネーケースの死骸を埋葬することを禁じた。しかし、アンティゴネーは兄弟であるポリネーケースの死骸を密かに埋葬した。 クレオンはこれを発見し、アンティゴネーは墓の中に生きながら埋められた。逃げ延びたアドラーストスは、アテー内のテイセウスに、死者たちの埋葬を訴えた。テイセウスはこれに応えて、軍勢を出し、定売勢を打ち破って、アルゴス人たちの死骸を引き取り、血族の者に与えた。カパネウスの仮装の時、カパネウスの妻でイーピスの娘エウアドネーは燃え盛る。 仮想団に身を投げて、夫と共に焼かれた。東京大学ギリシャ悲劇研究会上演、定イゼメの7章1970年10月、東京大学ギリシャ悲劇研究会第11回、講演を、千代田区公会堂。ありがとうございます。